はい、こんにちは、ハッピーパパでーす。やっと上げられますね。列車型シリーズ、特急列車の EX、列車型デラックスサファリガオの開封をしていきたいと思いますが、こちらのサファリガオですね、ちょうど1週間前、7月19日から公開されています。特急車ザ・ムービーの中に出てくる、特急列車、そして、列車型シリーズのロボット、サファリガオになります。で、その列車バージョンはこちらですね、上の方に書いてますけど、特急列車 EX のサファリ列車、やっぱり、なんていうんですかね、舞台が、宇宙ってだけに、宇宙のイメージがわーっと地球もあるというふうな、かなり、大きな世界になってます。そして、こちらですね、出ましたね、やっぱり。本商品の一部には、列車型デラックス特急と同じ金型を使用しておりますということで、基本のベースは、恐竜ジャーの、出てきたスピードダイオー、そして、恐竜人とスピードダイオーが、ほぼ、一緒なのかな？これもですね、特急王と同じ、大体ベースでできているということで、見たような形の部品になってますね。はい。でも最大限に違うっていうのは、ここですよね。顔がついているっていうことと、あと気になったのがここですね。ここの部分って、特急王では再現できなかったので、どうやってやってるのかなっていうのはずっと気にはなっていました。箱の方からですね、ちょっと見ていきましょうか。こちらの方のサファリガオの、出てくるサファリ列車のラインナップはこちらですね。サファリ列車のライオン、そしてイーグル、ワイルドキャット、アリゲーター、パンダということで、動物をですね、本当、モチーフにした列車になってます。で、こちらは、レッド列車、これはブルー列車、イエロー、グリーン列車、ピンク列車が、元になってますが、カラーリングが違うだけでも、見た目では全然っていう、変わってる、来てますね。はい。で、横は、そのですね、特急列車を、合体させた、こちらは、サファリガオの、四つ足バージョンで、こちらはロボットバージョンです。完成ロボモードということで、爪持ってますね。で、裏面が、こんな感じですね。今出てきた、特急列車が合体してサファリ顔になって、そしてロボモードになるというふうな流れになります。で、こちらもですね、特急チェンジャーにセットして遊ぶことも、できますが、5両ですね、すべての特急列車をセット認識可能なんですが、すべてがサファリ列車というふうに、音声の方が出るということです。で、長さですね、13両の車両、特急列車をすべて、連結すると1.2メートル。これも、そうですね、だいたい、特急王と時と一緒ですね、特急列車の1から5を連結させた時の長さと一緒になってますね。はい。で、開けましょうか。では開けます。さあ、どんな形で飛び出してくるかな。ロボットかな、列車かな、ロボットかな、列車かな、多分ロボットかな。よいしょ。お、中は特急チョコでした。さあ、よいしょ。ありゃちょっと待って、説明書。ん？注意。指を入れない。指を入れたらちょっといけなさそうな部分が。これ、すごいですね。すごい細かくできてます。指を入れると挟まれる可能性があるっていうことが、すっごい細かい部分ですね。ジョイント部分であったり、可動部分のところに矢印がついているのと、持ち上げたら合体が解除されて、合体の解除の仕方ですね。こんな、貼り付けてまで、すごいですね。はい。ということで、サファリガオ、
これは特急号の時と同じなのかな。はい、列車の状態で入ってます。で、一つずつ見ていきましょうか。これが、サファリ顔の、ライオンですね。開けていきましょう。わ、すごい丁寧に入ってる。はい、ちょっとパーツ足りませんが、これがサファリ顔のライオンバージョン。で、これがサファリ顔じゃなかった、サファリ列車のイーグルですね。はい、イーグル。鳥っぽい顔になってますね。さっきのところはくちばしみたいに金色になって、目目がついて、はい、イーグル。そして、三つ目はこっちか。これだ。はい。ピンクのラインが入った。これが、ワイルドキャット。猫がモチーフになった、列車ですね。まあ、ベースは、特急列車のイエロー列車になってます。そして、グリーン列車をベースにした、サファリ列車のアリゲーター。まあ、つまりワニさんですね。はい。ここ横に目がついて、牙がついてますね。本当にこう、ワニをイメージにしたデザインになってますね。あ、うん。後ろはやっぱり顔がついてないですね。グリーン列車、ブルー列車の時は、前後ろが、まあ、結構共通したデザインにはなってたんですが、これはちゃんと前と後ろが分かるようになってますね。はい。で、こちらが、あ、可愛いですね。パンダ列車です。パンダの顔してます。本当に。で、白と黒と、サファリ列車は本当あれですね。5両に共通しているのが、下の3分の1から半分ぐらいが青で統一されてます。よし。で、あとは、あ、これですね。爪。はい。爪があって、で、これが、たてがみですね。ということは、やっぱり、ここに差し込む口があるので、ガチャッと。あ、こんな感じになるわけですね。はい。まあ、とりあえず、外してみましょう。で、あ、なるほど。これか。謎が解けました。ここですね。サファリ顔の後ろ足のここのところです。はい。のジョイントがありました。なるほど。特急号の時ね、これはなかったジョイントですね。よいしょ。そして、まあ、踏切見券と多分同じベースになってると思うんですけど、サファリ顔の剣ですね。あ、やっぱり、踏切剣の、跡が残ってます。んで、ただ、先っちょが違いますね。もう尻尾になってますよ。はい、尻尾のふさふさ感が出てます。で、並べた感じがこんな感じになりますね。はい。サファリ列車のライオン、イーグル、そしてワイルドキャット、で、アリゲーター、パンダ。という風な5両の車両と、付属品ですね、爪、そして縦紙、ジョイント、剣っていう風な内容になってます。せっかくなのでサファリ顔を作ってみます。どうだったっけ。ちょっと久しくおもちゃに触るので合体の仕方すら忘れてしまっている。ちゃんとここまではいいですね。おいで。こっからだな。これを
ん？どうだ？なんか違う気がする。いや、合ってました。もうとりあえず、ん？こうか。いや、こうだ。こうだ。もう勘でやってます。よいしょ。お、なんか、エヴァンゲリオンに出てきたロボットじゃない、地底に眠っていた、あれみたいです。真っ白すぎる。本当になんか、宇宙に、宇宙服を着たようなロボットですね、これ。面白い。んで、どうすんだ、これ。とりあえず、ここまではよくて、これはひょっとして顔が取れるのか。まあ、とりあえず行ってみましょう。こうしてこうして、でここですね、ここですね、ここだ。ここがこれになるわけですね、うん、ここがもう最大の違いですね。特急オートで、お、来た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 よ来たよ。そしてこう、おおお、いいじゃないですか、いいじゃないですか。そして手を、ああなるほど、手をここですね、指のとこにつけて、でたてがみを、よし、できた。デラックスサファリ顔、なんか違うな。なんだろうこれ。なんかお座りしたロボットに、っていうか猫、ライオンなった感じなんですけど、箱のようにならない。なんでしょうこの違い。あー、なるほど、箱を見ながらでも十分できた。これをここに刺すんだ。ここ。あ、でもちょっと待てよ。やっぱりこれは回して倒しとかないとつけられないんですね。よいしょ。あ、できた。あ、来ました来ました来ましたよ。あ、ついに四つ倍にできました。あー、でも尻尾がない。尻尾尻尾。尻尾をどこに刺すんだこれ。ここか。ここだ、きっとここだ。よいしょ、よし、できた。これでいいんだよな、多分。デラックスサファリ顔アニマルバージョン。いやすごいですね。時代と恐竜ジャーレッシャーとかをですね、使ってこういう風にしてできないかって思ってガチャガチャやってたんですけど、どうしてもできなかったので、やっぱりジョイントですね。ここのジョイント大きいですね。四つ倍にやろうと思えば、まあ何ですかね、キャリアレッシャーと、あ、カーキャリアレッシャーとタンクレッシャーとかを、あ、壊しちゃった。気をつけてください。持ち場所によってジョイントが外れます。注意書きの通りです。はですね、こういう風な形もできないことはなかったんですけど、やっぱりこのジョイントがあることで、しっかりとしたこの、ここのですね、90度を再現して、この、まあ、動物みたいですね、四つ足っていうのが、ちゃんと再現ができますね。あと、これってなかった気がするんですけど、やっぱりないですね。まあ、ここのところが、
まあこれレッドレッシャー、こっちはですねサファリカライレッシャーの、まあ、ライオンなんですけど、ここのジョイントがあるかないかで顔がやっぱりつけられるかつけられないか大きいですね。これに関してはライオンに関してはほとんど、まあ何ですかね、可動部分はほぼ一緒なんでしょうけど、こういったとこですね、あとはこの周りのものが全然違うので、本当に違う金型を使っている印象を受けます。よいしょ。ではせっかくなのでこれもロボットバージョンやっちゃいましょう。でこれロボットバージョンの時はこれですね、まずお尻外してジョイント外してよいしょ。さあよいしょ。でどうすんだっけ、あそうそう、これこれで、これですね、ガチャンとして、はい、であとは、あ、あったあったあった、そうはい、頭を、ここは一緒ですね、この稼働の仕方は特急音と一緒。おー、うん、でもここのやっぱり胸が迫力がありすぎて顔がちょっとちっちゃいですね。サファリ顔のですね、商品の写真を見たときにこれが僕は顔だと思っていました。そしたらちょこんとありましたね。はい。で、これでロボモードで、この剣はまあ持たせてもいいんでしょうね。爪と剣が武器になるということなんですね。よいしょ。で、剣は持たした感じがこういう感じ。で、まあ、もともとが踏切剣ベースになってるので、こういう風にして、銃モードになるのかな？映画を見てないので、この剣がどういう風なちょっと、形で働くのかがわかりませんが。ということで、今回はですね、サファリガオの開封、そして、アニマルモードって言っていいのかな、ライオンさんとそしてロボットの簡単なご紹介でした。以上です。まあ面白いです、このサファリガオ。